久保さん、まさかのキクリンと対話したらしいじゃないですか。<laughs> こうパウロさんね、久しぶりにパウロさんの名前を聞いて、あのパウロさんかと。実はそのパウロさんに僕は <laughs>、動画を、僕の PV はパウロさんに作ってもらったんですよね。まあ人生いろいろっすね。まあ清原さんとかね、薬物だったら清原さんとか、清原さんとか <laughs>、まああんまりちょっと浮かんでこないですけど。 まあ人生、山あり、谷あり、山ありみたいな、谷ありみたいな。まあ、いろいろありますよね。うん。そう。まあ、僕はね、薬物というよりかは、タバコですね。タバコもやぶ薬物、タバコはなんで薬物に入らないんですかね。お酒も薬物っちゃ、お酒で言うなら山口達也さんか。そう。お酒は合法。タバコも合法。 マリファナも場所によっては合法みたいなね <laughs>。よくわかんないですね。うん。まあ、タバコは僕はね、あの1、1ヶ月禁煙したんですけど、また吸ってますからね。まあ、あの中毒性がありますね、本当に。うん。そう。まあ、久保さんの動画も中毒性があると思いますんで、まあ、一部の人からね、まあ、僕もそうなんですけど、 まあ一部からずっと見ていただいていてありがたいなとは思うんですけどやっぱここ最近思うのが僕はまあリストマーケティングしてるのでやっぱその新規がちょっと少ないなっていうのはやっぱ感じてるのでその新規にどうリーチしていくかっていうのはまあ思考試,試行試作ですよねをしてか試行錯誤していかないとダメかなっていうところでまあ色々と挑戦していきますこれからうんそう だからねまあ久保さんみたいにね、もう別にその商品売らなくても、まあ、投資で飯食っていけるんだったらあれなんですけど、僕の場合は今現状としては、まあコンテンツビジネスが一択ですから、あのー、やっぱりその新規のお客さんもある程度一定の確保していかないと、やっぱずっと稼ぎ続けるっていうのは、やっぱ難しいので、うん、だからこの、この6年ですかこの6年、7年か、7年ぐらい。 ずっとなんか同じ感じでやってきましたけど、うん。やっぱね、そんなにやっぱリーチは YouTube メインでやってるんだけど、まあ、本数は増えましたけど、その、うん、一発ドカンみたいなのもないし、だからやっぱ、ある一定のファンがある一定再生してくれてるっていうのはずっとやっぱ変化がないので、やっぱちょっと変化をもたらさないと、まあ、ここは難しいかなっていうところで、うん。まあいろいろやってきます。いってらっしゃい。